フランス、オードフランス地域圏、ノール圏のコミューン。1214年に起きたブービーヌの戦いの地として知られる。ブービーヌは、リールの南東に位置している。マルク川のウガンに位置し、アラスとトゥルネーカンを結ぶローマ街道が通っていた。1164年には、ボバインズと記されていた。フラマン語では、ボバインガンとなる。メロビング町時代の墓が発掘されたため、 古代から人が住んでいたことが証明された。特筆すべきは、非常に古くから、マルク川を渡るための橋が架けられていたことである。名の由来は分かっていない。よく耕された土地を意味する、ガロロウ孫から派生したフラマン語のブービーノから、来たのではないかと考えられている。九十九年の直例において、シャルル二世は、ボビニオールと記し、一方千二年に、フランドル博は、 ヴィラ・ボバイナズと記している。1214年7月27日、フィリップ2世は、神聖ローマ皇帝夫を4世と、フランドル・ハク・フェランの同盟軍に勝利した。同盟軍側には、ジョン王が加わっており、2000人の騎士を含むおよそ2万4000名の兵がいた。対して、フィリップ2世勢には、ドルー・ハク、ロベール、ブルゴーニュコウウードがいた。 1500人の騎士を含む2万人の兵がいた。同盟軍は戦略としてフランス軍を取り囲み再いなもとしたが、ジョン王が諜報活動に没頭していたため実際の戦略は失敗してしまった。この戦いでは、封建貴族や戦争の専門家たちで構成される軍をフランス諸都市の民兵たちで構成される軍が打ち負かした。情報源が信頼できるとすれば、 この勝利は、王の周りに集まった人々が、祝い、王の威信を高めるのに役立った。これはおそらく善良な王の神話の始まりであり、フランス革命まで壊れることがなかった。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。